お疲れ様です。お疲れ様です。どうした？最近サブちゃんを全く撮ってなかったので、カメラ回してますよ、勝手に。そうだね、やばいね。ずっと更新してないよ、サブちゃん。そう、やってないんですよ、全然。どのぐらいしてないの今？2週間ぐらいじゃないですか。わかんない。2週間10日とかそんな経ってない？2週間ぐらいじゃないですか、多分。いや、3週間してないです。3週間してないよ。むしろ3週間は何やってたんですか？最後はね、あのプレゼント開封ですね。あ、そこから何も、あれ撮ってませんでしたっけ？撮ってないね。あ、そっか。わ、ちょっとサボってたな、サボちゃん。そうっすね、サボちゃんやな、ほんとに。サボちゃんっすね。ねえ、まあ、ほのぼのとしたことがなかったということで、この3週間。そうだね。はい。でも、本当に忙しかった、忙しかったと思うよ、本当に。バタバタ会チャンネル、ね。バタバタ会チャンネルだったね。はい。ね、テレビの収録多かったな。ああ、多かったですね、確かに。めちゃくちゃ。はい、あの、2月末から3月入ってからだけど。確かに、確かに。めちゃくちゃ、ね、オファーをいただきまして、ありがたい。はい、もう、誰もが知ってる番組にも出ますよ。マジ楽しみですね。楽しみですね、うん、柴田とも共演しましたしね。それも楽しみですよね。めちゃくちゃ面白かった、ね、何で共演するんですか？何で共演したかちょっとまだ言えないのかな。だけどまあ多分近日中に発表されると思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったです。柴田さんテレビに面白いね。冷静に、ね、すごいよ、本当に面白い。絶対見てほしいですね。まあでも、あの詳細あの出していいようになったら、うん、あの教えよう、なんかいろいろ、まあ、Twitter で、ね、Twitter とか、うんうん、まあ、YouTube で告知しようと思いますんで、楽しみにしててほしいですね。いや、でまあ、ドッキリとかもやられましたね。ドッキリされてますか？うん、それとは違う番組でね。まあでもこの前ドッキリしてましたもんね。あ、それもやったね、はい、マットマックス TV でね、はい、あれね、あのアバレル君にやったやつね、はい、あれハードだったっすもんね。ハードだったね、めちゃくちゃ。しかもさ、12時とかさ、もう本当に深夜帯に生放送でやってたから、うん、終わったの2時半とか、うん、そうですよね。だってあれ収録と生放送で2回戦ね。きついね、夜の生放送はね。もういつも寝てる時間だから、ね、いつも12時ぐらいに寝るんで、いつもだからいつも寝てる時間だから、もう眠たくなっちゃってね。いや、僕もだって僕寝ようと思ってたんですけど、5分前で寝ちゃって、次の日見ました、ちゃんと。次の日見たの、はい、あの見逃し配信みたいな、アベのやつで。そうです。そしたらなんか暴露されてた。暴露されててびっくりしました。おいおいおいと思って。そうですね、もうだから多分今月末から4月にあたのあたりにどんどん放送されるんじゃない、うん、テレビ。おお、楽しみですね。ちょっと楽しみにしててほしいですね、あとはなんだろう、結構メインチャンネルの方で忙しかったっていうのもあるよね。確かにそうですね。結構さ、たくさんコラボしてるし、はい、結構取りだめてるじゃん。はい、そうですね。まあ今月中に100万人いけるかどうかっていうところで、はい、まあ本当にね、行くために、まあ、後半は多分毎日投稿になると思うんで、はい、まあ、そっちを結構力入れてましたね、はい、あとはもう練習もできるようになってさ。あ、そうですよね、うん、もう結構練習バンバン練習もしてるんで、行き始めましたね。そう、目とかやばいでしょ、これ見て。目やばいですよね、うん、でも今日ちょっと引いたんです、昨日すごかったですね。昨日真っ赤だったですね、その辺。バッティングをいただきました。うわ、バッティングをいただいた。そうですね、レスリングとかやるとなるからね。ああ、確かに。練習環境もね、すごく良くなって、あのさ、ブレイブってあるじゃん、はい、ジムの、まあ、宮田さんも協力してくれるってことで、はい、なんかトライホースに、ね、一緒に練習に来てくれて、そのブレイブの選手がね。そうですね。で、そう、はい、宮田さんもいろいろレスリングとかの技術をもう教えてくれて。え、すごいですね。もう本当に目から鱗ですよ。全然知らないことはまだたくさんあったなっていう。メガジムですね、本当に、うん、もう。だからすごい練習環境も良くなってて、もう練習も楽しいし、まあ、もっと強くなれるなっていう。確かに。で、試合はね、どうなるのかな。なんかさ、はい、最初3月に東京ドームでやりますみたいな。あ、確かに言ってたけど、ね、結局できず。できずで、ね。で、4月やりますでできず。あ、
できずなんですね。多分できないでしょ。へー。だって今発表されてないってことはできないでしょ。確かに。だから5月ぐらいになるかなと。あー、なるほど。でも東京ドームでやりたいよね。やりたいですね。ドームでやれたら絶対なんかもう、ね、気持ちいいだろうし。気持ちいい、ね。埼玉を超えてくるんですかね、やっぱり。ね、想像がつかないですね。全然超えてくるでしょ。はい、今日さ、EXILE のライブ行くやん。これから。そうですね。東京ドームに。ね、はい。東京ドーム出るもんね。すごいよね。視察ですね。はい、視察兼みたいな。そうそうそう。すごい楽しみです、まあ。ライブは楽しいんだけどさ。はい、でもすごいよね、この時期に東京ドームで。まあ、すごいですよ。EXILE のライブも何回も 何回も流れて、はい、やっと今日ついに実現するみたいな。うん。感じなんだけど、まあ、すごいよね。いや。楽しみだね、めっちゃ。楽しみです、ね。楽しみだし、なんか多分。俺もここで試合したいなってなるんだろうね。ああ、確かに。それも含めてちょっと見に行きたいなっていう。やる方もだって絶対、まあ、気合入るですもんね。ずっとだって、大しこの日に決まった、頑張ろうってなってるのに、また延期、延期で、やっとすもんね。めちゃめちゃ楽しい。それより斉藤くんのオーディションでしょ。斉藤くんの彼女オーディションってすごいよ、これ。いや、本当にもう、ありがたいですよ、ね、本当に。まあ、なんかオーディションって偉そうだけどさ、だいぶね。はい。もう本当にさ、でも、そんな中でも、たくさん応募してくれてるじゃん、実際。はい。びっくりするよね。いや、びっくりしますね。しかもさ、なんか一人一人、すごい斉藤くんの思いをさ、文章にしてさ、送ってくれて、なんか、めちゃくちゃ嬉しいなって思った、俺も。いや、もう、ありがたい。たい限りですけど、なんかでもちょっと不思議な感覚ですよね。もうそんなこと一度もなかったというか、人生で。人生最大のモテ期が来てますね。いやもう本当に昔の友達からなんかどうした急にみたいな言われる言われますよ、よく。前焼肉屋に行ったら斉藤くんの同級生いたな、そういえば。確かに私斉藤の同級生なんですって声かけてくれて、はい、であ、そうなんですか、マジですか、すごいですねって言って、はい、で、昔どうだった斉藤くんって言ったら、学校来てなかったですって、はい、急にバラされた暴露されがち。学校来てなかったし、めちゃくちゃなんかおとなしい性格で、はい、なんかあんまり喋ったことなかったんですけど、今 YouTube で活躍してて、もう同級生みんなびっくりですって言ってて。そうかな、そのことは結構喋ってましたちょっと持ってる結構、多分喋ってた方だと思います。なんだその子、割とそうなんですね。で、学校行ってなかったのも3年の後半、半年ぐらいです。あ、そうなの、はい、不登校だったわけではない。いや、ダメでしょ3年の中学校でしょ。そうです、中学の最後。中学校で義務教育って知ってる？そう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 。ダメだ、行かなきゃ。いや、そうなんですよ。いや、もうそれは間違いないですけど、はい、もうその時は。すごいじゃん、見たもんや。本当にもうカードに人生をかけてましたね、その時は。はい、まあ、それがあってね、まあ、遊戯王とか詳しくなったわけですから。そうそうなんですよ。それが今仕事につながってますからね。そうですよ。言っていいのか分かんないけど。そういうこともあって。すごいね。すごいですよ。いや本当にもう、まあ、人生何が正解なのか分かんないね。いや本当ですよ、うん、スクールカーストでいうともう最下位だったっすからね。斉藤くん来てなかったからね。はい、そりゃいないから、もう除外でしょ。でもおとなしいは持ってるかもしれないです。おとなしくはなかったですよ別に。あ、そうなんだ、はい、でもその子の印象ではそんな感じだったね。うん、嘘つく必要ないじゃん。だってまあ確かに、うん、まあまあいろいろ脱線しましたけど、はい、なんだっけ、まあ結局あれか、サブチャンを更新してないですよっていう動画ですね。今日そうそうそう、よくないですねこれは。そうす、やっぱサブチャンネルだけをね楽しみに してくれてる視聴者さんとかもいますし。確かに、やっぱなんかそのメインチャンネルのさ、がっつり企画よりも、はい、なんか俺がしっかり喋ってる動画の方が好きっていう人も多いからね、うん、まあなんかどっかの撮影行く時とかの、まあ、向かう道中とかでもね、うん、なんかどんどん撮っていくのもいいかもしれないね。なんかせっかくだし、なんかサブチャンでやってほしいことでも、なんかちょっとコメントに書いてもらえますか。うん、それもいいね、うん、それもいいし、まあ何気ない日常を撮りましょうよと。そうですね、うん、なんか普段のほのぼの会チャンネルっていうぐらいだからね。そうですね、ほのぼの下ね、うん、いつものありのままの姿をね、なんか撮っていくのもいいかもしれないね。そうですね、うん、
ピクニックでもしますか。ピクニック、はい、ピクニックする時間がないね。確かに実際にあったらやってるよ。確かに斉藤君だけがピクニックする時間本当に斉藤君に俺の一日を体験させる動画やりますか。それやばい、もう多分2時間で倒れる。練習で倒れる、2時間で倒れる、やってたな、ヘラヘラ三重士がさ、はい、なんか、確かにマリナの一日を体験しますとかさ、はいはい、やってましたね、サオリの一日をとか言ってやってたじゃん。やってた、それいいかもしれない。でも朝練の時点で僕倒れてます。朝練来なさいよ、兄貴は怒ってたぞ斉藤、お前は女の子の前に練習来いよみたいな。じゃあ今週はあれなんですよ、あの親知らず抜いたんで、医者にダメって言われます。いや、2、3日はね、はい、2、3日はね、1週間でもスパーリングしない方がいいって言ってました。ああ、なるほどね、はい、切れちゃうから。まあ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 、はい、そうね。まあでも、その5月のさ、はい、ブレイキングダウンもありますしね。そうですね、出たいですね。出たいでしょ、はい、やっぱたくさん応募いただいてるんで、サイトの登録なくなっちゃうかもしれない。ね、はい、いや本当に。しかもどうせなら勝たないと。まあやるだろう。それはもちろんそうですよ。そう。はい。だから負けたくて試合なんかしないですからね。5月この勝ってで もうすぐだよ。いやそうですね。うん。1ヶ月半。1ヶ月半でしょ。で最後の1週間とかちょっとぐらいは練習できないと思うから。はい。それ考えるともう全然時間ない。はい。やらなきゃと思うと。そうですね。うんうん。朝練習行こっかじゃん。そうですね、庄司さんもいるし、はい、行きます、もちろん。じゃあまあ俺もね5月に多分試合するんで、はい、それに向けてちょっとスイッチ入れて仕上げていきたいと思いますね。はい、はい、じゃあこんなとこですかね今日は。そうですね。なんでまあサブちゃんはずっと更新してなかったけど、はい、あのチャンネルが止まってた、止まってたというかチャンネルがなくなるわけじゃない。なくなるわけじゃない、はい、あのご心配なくと、はい、で、しっかり更新していきますんで、はい、またチェックしてください。はい、じゃあこんなとこですかね。はい、バイバイ。